こういうところは歩行者が多いので左側通行と一時停止に気をつけてお願いします。自転車の左側通行や一時停止などを呼びかけているのは、今月29日に警察学校を卒業する予定の新人警察官たちです。今月30日まで秋の全国交通安全運動期間ということもあり、現場に出た新人警察官たちは先輩から交通安全の指導方法や県民との接し方などを学びました。キビキビした動きで自分が事故に遭わないように安全な場所を管理し確保したり工夫が見られてとても勉強になります。新人警察官たちは来月から県内の交番に配属され、今日の経験を生かして第一歩を踏み出します。